はい、というわけで今日は TOEIC のパート6をやっていきたいと思います。時間は10分です。この時音読をしながら解説解答を見ています。音読するときに重要なのは棒読みすることじゃなくて、そのキャラクターになりきってしっかり自分の口から発することが重要だと思います。明日もまた頑張りたいと思います。お疲れ様でした。